首里駅は沖縄県那覇市首里寺町3丁目にある沖縄都市モノレール線の駅である。駅番号は15。計画当時の仮称は右は両駅であった。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。開業時から2019年8月までは1番線は使用されておらず、2番線のみを使用して那覇空港駅方面に折り返していた。 2019年9月には校舎専用として一番線の運用を開始した。2019年10月1日の手凧、浦西駅延伸開業後は、平日の朝ラッシュ時には当駅で折り返す列車が設定され、直接二番線に入線し折り返す。2020年度の1日平均乗車人員は1583人で、ある。開業後の1日平均乗降人員を呼び、 乗車人員の推移は、下記の通り。首里流坊駅周辺には、学習塾、進学塾が多い。首里駅前バス停、鳥堀バス停、鳥堀一丁目バス停2005年1月には、当駅から、コミュニティバスに乗り継ぐと運賃を50円に割引く、実証実験が行われた。この割引は、コミュニティバスを路線バス化した7.8番において、 有効期間内のユイレールの1日2日、乗車券を提示すると運賃が大人20円引き、小人10円引きになる制度に変更されて、現存している。出典。ありがとうございます。